撮るね。撮っとるやん、もう撮ってるよ。いやもういいってそれ、もう何チェックしたの。映るよ、今日も可愛かったわ。はい、叫んだ今日あれやな、あんた喧嘩腰やん。いやそんなことない、お互いやろ。あんたがそうするからこうなってんのやろ。あんたが最初だわ、いつもいつもの仲間割れの発端はあんただよ、分かっとうのか。そこはマジで自覚しといてほしい。私じゃない、あんた。はいはい、どうもやってまいりました、久しぶりのバス釣り、春のバス釣り楽しんでいこうかなと思うんですけれども、どうですか気分は、上々ですか。え、え DJ、 うん、はい、何やねんもう。何ノリノリでやっとるやん、こっちは、はい、ほんで今日は何で釣るかと言いますと、うん、スピナーベイトです。そう、今年初めてのバスは、うん、自分たちで作ったカラーも選んで作ってもらった、うん、私に関しては自分で作りました、ワイヤー曲げさせてもらって作ったこのルアーで、うん、釣りたいということで、初バスはこれで狙っていくんですけれども、これテーマはあっぱれ正月もう3月も中旬下旬ぐらいね、はい、このカラーはあっぱれ正月カラーっていうね、めっちゃめでたいやろ。いいよね、でもめっちゃめでたいよね、うん、ないやろこんなカラー、うん、でもあるやろボブも。あるよ、俺のはね、これ名前はアメリカンドリームアメリカの国旗、うん、アメリカンドリーム号、でっかいのそれ。そうやねなお互いめでてカラーを作ったもんで、そう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 、なくないこれマジで、この2つないで、この2つはないよ、ないでこれは、うん、やっぱり正月さ、アメリカンドリームなんてないって、うん、これで釣れたらさ、密かに爆心さん作るかもしれへんでねいや、作らんやろもしかしたらもう、パクっちゃうかもしれないからねいいやんってなって、もし、うちらの告知なしにこのカラーが売り出されとった時は爆心さんがパクったってでもそれに見合う超過をね、そうねそうね、うん、そこが足りないから私たち、そうそうそう、うん、頑張っていこう、うんうん、つけただけで釣れるとかさ、うん、そうやななんかつけたらもうバッツリとってえっていう、うん、なんか不思議アドベンチャーが楽しめるかもしれないそんなルアーにしていきたいと思いますわ。そうですね、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。さあ春バク、バクシンで春バクするか、うん、バクかけるバクでバクバクバクやろそんなもん、ちょっと待ってマジでベイトリール久しぶりやで、ちょっと一回投げてみて。確かにベイトは久々やな、久々、どうしよう釣れたら、おったまげ、おったまげいや釣りたいなぁ、なあ久々にな、魚の当たりすらさ、うん、俺は感じてないからこの冬、私シーバス行ったからな、うん、ほぼ釣れたからなでも自分で曲げたけどちゃんとプルプルしとるわ。あ、ほんと？うん、まっすぐ泳いどる、泳いどる、マジで引っ掛けたくない。スピナーベイトは引っ掛かりにくいからな、このブレードのカラーが俺白やけどさ、うん、どうなんやろ、わからんでも爆心さんのうん、その持ってきた材料の中にあったってことは、うん、いいんじゃない？でもなんか使うシチュエーションがあるんかなと思って。それはある、あるやろな、うん、でも釣れるときは何色でも正直釣れるんやって多分元も子もない、元も子もないこと言ったなそれの確率が上がるんかもしれん。暑いな、暑い、タンクトップ案件かもしれんそれは早いな、めちゃめちゃキラキラしとる、きらめき、うん、私みたいノーチェイスちょっと待って、すっごい暑い暑いよ暑いよね、うん、すっごいパーカー脱ぎたい、うん、すっごい上着脱ぎたい、でも荷物になるで嫌や、そうその通り、うん、どうしよう、場所変える、場所変えよっか、あれやろ、服置きに行きたいだけやろ、我々のミッションは服を置きに行くということだ。は？何言うてんの？いや今の我々のミッションは車に服を置きに行くということだ、ということだ。じゃあ我々は今から一級ポイントに入るから、うん、見せてやるよ、私の黄金の後ろ姿を。ゾイですよ、ゾイ、うん、ドラマはゾイから起こる
ゾイを窮屈そうゾイすぎるんかな。ゾイすぎるんじゃん、それはちょっとゾイすぎる、うん、流れとんね、ちょっとあそこ、うん、やばいやん、やばいわ。教科書に載ったとこや、うん、テキスト13ページ、うんうん、流れ込みってやつあれが、あれが、うん、あれがテキスト13ページに載ってる流れ込みってやつ。でも確かに夏あそこをバズって釣れるもんな、うん、あそこがインレットってやつです、うん、バス用語これで一つ覚えたねインレット越えてからのインレット通してくるわ、うん、こういうこともね、あるんですこれ毎回釣れたらね、面白くないですから、バス釣りなんて。いやでも私は毎回釣れた方が面白いですけどね、バス釣りは、うん、そうやんなそうなんですよ、うん、なんかここら辺とかちょっと縦に引いてね、頼むね、おばさん久しぶりのバス釣りだからさ、マムシとか気をつけてね。いや、それあんたが夢で肩噛まれたからマムシに。しかも昨日ここ噛まれてマムシに。ほんまに、ほんでやべえと思って、うん、尻尾引っ張ったけど、うん、すごい噛みつきの力で取れへんかと思うんで噛みちぎったったやんだ私。帰っていやでもガンってやってマジでそうなったらなるかもな、うん、そう引っ張って何もならない、何もできる、こっちの手も使えへんで、うん、もう噛みちぎるしかなくて、うん、噛みちぎって、うん、そしたらもうふわって力抜けてスッて抜けてどんな夢見てんのでおじさんにどうやって倒したのみたいな感じで言われて、うん、噛みちぎったったって尊敬の眼差しで私のこと見とっていやマジでそう、もうそれがリアルに起こったら尊敬するわ尊敬やな、うん、でもこれ注意喚起ですけど絶対やったらダメやからね俺大丈夫、あのポイズンリムは常備してるから。あ、じゃあチュッてして、うん、救急車に連絡やな、うん、チュッとして病院、うん、本当にあかんね、噛みちぎったら、うん、いやでもね、みんな本当にポイズンリムーバーとか持っといた方がいいと思う。それは思う、本当にヘビもそうやし、ハチもそうやし、うん、うん、安いもんやから。そうやな、うん、命には変えられんで、うん、じゃあかっこいい感じで投げさせてもらいます、ね、あっこういう風になると焦ったかんで、スピナーベイトは取れるから焦っとったやん今おばさんあーって言ったけど落ちそうやな。落ちてもいいよ、大ジャケしてますからね、うん、縁になるよ。本当ね、そう言われたら私行っちゃいたくなっちゃうからさ病気だから私基本的には縁になるよ。私エンターテイナーだから回るよ、ハプニングはそうだよね、うん、行くか、うん、いや行くかって言って行くもまた別やねんって、うん、よし行くかではダメってこと、うん、オッケーオッケー、じゃあ不意に行くわ、うん、そう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 いうことやな、うん、おばさん、どうした、落ちるタイミング見計らってんの。そう、緊張しちゃってちょっと忘れた時に落ちるわこうやって持って上がってくるわ、うわって宣言したらあかんねんって。そうか、黙ってやらない、うん、あぶねえ、俺落ちまっていいタイミングよ、カメラだけはあの守ってね。今一瞬でジュワーって汗出てんけど、そう汗でよかったよもう年やでさ汗じゃないの出る可能性あるんでさ。いやそれはないってジュワーってまだないって、まだない、うん、大丈夫、まだ大丈夫、うん、釣れへんのやって分かってたことや、うんうん、いやでも釣れへんのやてって言ってますけど、まああの1個目行った池はちゃんとしらみつぶしにやりましたよ、しっかりと、うんうん、でもその後マクドナルド行っちゃってさ、そうどうしてもポテト食いたいって言うから、言うからってポテトがいいなって言っただけやん、どうしても食べたいって言ったよ。
で結構遠いけどって、いやポテト食べれるんならみたいな感じで言ったよ。そんなん言ったとおじさん追加してマックフルーリーのキットカット食べとったやないか。いや俺はオレオよりキットカット派やねん。私オレオ派やねん。本当に、まあ、そんなこんなしとったら夕間詰めの時間になっちゃって、うん、だからここで勝負決めるしかないのよ。そうね、うん、決めてくか。決めに行こう。これでついにこれこれでな、決めるしかないわ、うん、決まっちゃってるわ。ちょくせんな。くらまあいいわ、なんでもいいや別に移りなんては。じゃあなんで笑っとんや。ちょっとだけやっていくか、うん、やっていきます。初めてやったそれでフッキングの後ろ姿を黄金に光らしてよ。ちゃうでちゃうで、フッキングせえへんねん。あ、そうや、負け合わせ負け合わせです。じゃあ行きます。うわ、バスおった。バスいましたよ。バスおる。マジ？マジ？マジマジマジ。ちょっと待った。釣れた。おお。釣れた。明けましておめでとう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 。しかも、うん、あのごめんなさい、スピナベらしい釣り方ではない。ジャバンって言ったのでそっちが。うん、で。ここら辺にもバス見えとって、うん、初めてバス今年見たと思って、うん、でジャバンって言ったらそっちにちょいって投げたら、うん、バンって食いに来た。見てください、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あら、記念に、うん、あの計らさせてもらいますんで、うん、どこで計らおう。ここかな。こうですね。はい、口閉じ、お開き。2が30後半や。30、33。いいじゃない。やったぜ。やったね。やったぜ。いい、見えたぜ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。見ましたか、こちら。よかったね、これ。これね、覚えてますか。正月ハッピーカラーって全然違う。全然違う。あっぱれ正月カラーです。はい、あっぱれ正月カラーで釣れました。はい、言ったらあのかっこいい釣れ方ではなかったかもしれないですよ。バシャンって聞こえたで、そこにちょいって投げたら、うん、まあまあ、でもこのきらめきがね、きらめきが多分こうコロコロって落ちてたんじゃないですかね、うんうん、きらめいて。だからそれをまあバッて引きたくってって、うん、これが水面で、水中で踊り狂っとったんですわ、これが。こいつが、ね、こいつが踊り狂っとったから、うん、それ見たでしょ。あのさ、ちょっとこれハッピーな感じで終わりたかって、うん、GoPro 見直したよな。見直したほんとさ、前から言ってりゃ、こうさ、シャツがこうやってかかってGoPro が隠れてんねん。これが閉まるんかな、開くんかなみたいな、なんか閉まったらチャンスみたいな、パチンコの演出みたいなの撮ったやないか、お前。何回も言われて、何回も言われてるけど、うん、これね、忘れちゃうんですね、これペロってなっちゃう。なおさんな、ごめんって言っとるやん。逆切れか。謝ったやんか、もう。逆切れ、お前謝って、この野郎。お前、この、お前こっちの、
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。